am weightless. Underneath your wind I soar. Wasted, I feel ありがとう。完璧。Don't give up on me, babe. Remember
カレー、ちょっとなんか暑さに慣れてきた気がする。マジでうまいねんけどね、モサは。やばない？じゃあいただきます。はい、いただきます。うまい。まあ、うまチーズラーメン食べていい。うわ、チーズラーメン絶対うまい。絶対めっちゃ楽じゃないか。チョッペの水出しコーヒー。それってこれバーンお茶あって水にそのな、ここに入れてつけとくだけで、もうわざわざコーヒー作らんでも食後にすぐ冷たいコーヒーがいただける。でも夏はやっぱな、水出しコーヒーでアイスコーヒーで飲んだら、あ、絶対楽やわ。これいいな、めっちゃ楽。コーヒーって1日何杯まで飲んでいいんやろ。いっぱい。なんか摂取していい。カフェイン。カフェイン決まってるやろ。うん。
まそれはセセリボンデリってやつ。そう、セセリボンデリ、セビレ、セビレ、セヒレ。いや、イオンの焼き鳥も美味しいな。やろ、本気のタレで焼いたら。あー、うまいボンデリ。うん、これはうまいわ。うまい。うん、乾杯。うん、キャンペイ、キャンパイ、キャンパ、キャンパイ。うん、なんか久しぶりのファミリーキャンプやな。せやねん、だいぶどんびりした。懐かしいわ。懐かしい、懐かしい感じさえしたら。目がうまい。うまいわ。うまい。
だ、な、な、なってったこれ。キャンパイ。違う、なんか、こいつおったよ、こんな。ルーサス。はい。はい、はい。いや、私がよ、私が怪我しに行く。怪我しなさいよ、あなたたまには。あ、結構濃いな。うまい。濃いな。うん、だって、え、濃い。濃いってことは苦ってこと、ちょい苦やな、これ。粉入れよ。ちょっと足そうか、魔法の粉。酒井のり子も大好きな魔法の粉。言うな言うな。ピー入れな。ピー入れな。おかえり、海賊王。うん、じゃあどうですか、カフェはどうでしたか。カフェは、カフェはどうですか。暑なんで何回もない。どうでした店だけ。いや、インサイト撮れたらもう最高や。ロケーションはいいな、うん、今日最高や。ただここの湖畔沿いに張りたかったら、もうアーリーはした方がいいよね。アーリーチェックインして。でもアーリーしたからってほんまにどうかっていうところもあれやった。取れるかどうかも分からない。ギリギリじゃなかったもん。ここだって8時45分ぐらいに着いたけど、うん、並んどったもんね。並んでた、もう10台ぐらいして。いや、何時頃から並んでるんかな。6時ぐらい並んでたもん。早っ。朝の6時にほったらかしやもん。なんか受付順や。実は入った順で、あ、そうやな。受付してってくれんねんけど、そのシステムが分かってないから、受付行かなあかんのかなみたいな感じで。ここでだから、こうな、先に入ってんねんけど、後から入った人がこう、抜いてくる感じがめっちゃ嫌や。いや、でも結局、車が入った順番やったやん。車の入った順番やねんけど、我先に受付みたいな感じで、抜いてくる感じがめっちゃ嫌やった。人が多くなればなるほど、そういうなんて、あ、嫌なところ見えちゃう。嫌な気持ちにされる確率が増えていくやん。我先にみたいな。いらんねん、そんな。ほんまいらんねん、そんな。一台先に抜かしたとて。とてやねん。一人抜かしたとてやねん。そういうのはもうほんまになって、平日の仕事の時だけにしてほしい。まあ、そんなこともあった嘘屋だけだけども、最終的にね、楽しめたね。楽しめたから。いいとこ晴れてな、ちょうどいいとこ晴れて。うん。もう子供が遊んでても目につきやすい。そう、まんまやから。そう。サイトでずっとこう、子供を見てられる。だからちょっと離れたとこに会ったお母さんとかはもうめっちゃ大変やから。わざわざ一緒についてこない。ついて、日向でずっとこう。大変そうやなって思ったけど。まあでもあの思ったより広々してていいよな。三ツ矢だけもう多分琵琶湖の湖畔で多分最強じゃないこれ。そうやな、ロケーション。そう。そのほんまに湖畔に晴れて子供が遊んでて。でも遊泳禁止じゃないけど遊泳なんか管理されてないから。管理されてないから、うん、ほんまにほんま自己責任。ちゃんと子供を遊ばすときはもう絶対目離さない。絶対に、うん、これはもうほんまに必須やね、うん、絶対に見ます。で絶対あのライフジャケット着けて、うん、いやでも楽しかったですね。三ツ矢たち結構お気に入りですよ僕は、うん、子供もお気に入りや。子供が一番あの夏とかずっと湖の中入ってるからすごいなって思うということで、あ、よかったですね、三ツ矢崎。三ツ矢崎、また三ツ矢崎おすすめかもね。ちょっとね、ちょっといいと思う。いいと思う。以上ですか。はい、以上です、はい、久しぶりにエンディング撮ってきました。最近撮ってなかった。うん、撮ってなかった。マミニキャンプも久しぶりやしね。あ、ほんまやな、うん、あ、確かに、だからやわ。そうやな。でも、お昼でも、あ、お昼はあれやります。三ツ矢崎から皆さん一緒にね、やりましょうか。どうぞ。はい、いいですか、はい、じゃあ皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイ、セキュー。びっくりしてるやん。最後までご視聴ありがとうございました。大きい声出したらびっくりされる。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。マイティアチャンネルでした。